皆さんおはようございます。カプリです。今7時です。朝の7時。今日は病院の日で、名前を書きに行ってきました。今日も何もない日です。今日からね、私ダイエットします。またダイエットです。今日からダイエットします。ひまわりさん、こんにちは。暑くてしんどいです。ほんと昨日からね、すごい暑いですよ。今も外出てきたんですけど、朝起きた時の、あ、涼しいっていう感じじゃないの。ムンムンってくる感じ、それが嫌だなぁ。夏が始まった。九州ももう梅雨明けしたでしょ。携帯の着信も綺麗なメロディーですね。昔は着歌とか流行りましたよね。カプリさんはいつから携帯持ち始めたんですか？私いつからだろうかね。今45なんですけど、30歳ぐらいからかな。いや違うな、20、わかんない、それぐらいからかな。ひまわりさん、ありがとうございます。いつもコメントね。今日からね、ダイエットするんですけど、ツイキャスでいろいろみんなに言われてね、野菜を取りなさすぎだとか、甘いのも控えろとか、言われています。今日からダイエット、またダイエット、1日目です。今日は甘いものも食べません。じゃなくて息子が帰ってくる前に痩せないと大変なことになります。怒られます、また息子に。全然サボってるので、膝も痛いんだけど、なんとか薬でね抑えようと思います。今日は何もない日。昨日もツイキャスで遊んでました、ということです。今日からダイエットです。だから食べる動画がありません。じゃあまた皆さんが無事でありますように。食べる動画がない、痩せます。じゃあまたデビューします。じゃあねー。